ナンバー、アイ、新しいアルバム、ナンバリングが待ち遠しい。岸優太が語る、ファンの声を重視するナンバー、アイの新アルバムに込められた意味とは、新しいアルバムのリリースを待ち望んでいるファンの皆さん、こんにちは。音楽ファンにとって、アーティストが新しい作品を発表する瞬間は、ワクワクするものです。そのワクワク感を味わえる幸運な時が、今、私たちに訪れました。なぜなら、ナンバー、 愛が待望のミニアルバム、ナンバーをリング、のリリースを5月27日に発表したからです。数日前、スタッフ公式 X を通じて行われた投稿では、平野紫耀、神宮寺ゆ太、岸ゆ太のメンバー3人が、ファンへの喜びを伝える動画を共有しました。みんなで揃って、どうも、ナンバー、愛ですと挨拶し、神宮寺ゆ太が、5月27日にミニアルバムの発売が決定しました。 タイトルは、ナンバリングとなっておりますと、誇らしげに紹介しました。キシユータは、リリースに先立ち、4月2日からトベオフィシャルストアでの予約受付が開始されることを告知し、平野の陽が、4月22日までのご予約で、発売日当日にお届けできますので、よろしくお願いいたしますと追加しました。すると、ファンからは熱烈なメッセージが相次ぎ、アルバムに対する期待が高まっています。アルバム名が、ナンバーー。 リングということで、ファンたちは熱心に推測を交わしています。その名前には、グループ名との関連性があるように感じられ、ファンネームに関連しているのではないかという声も聞こえてきます。SNS 上では、リングをキーワードにした投稿が溢れ、ファンの期待は高まっています。ファンネームの選定については、今年2月に行われたインスタライブでの出来事が興味深いものでした。ファンからのアイデアがたくさん寄せられましたが、 最終的には難航しました。アインシュタインやシークイーンといった提案もありましたが、結局は決定に至りませんでした。騎士は慎重にファンの声を聞きながら、最終的な決定を下すことを約束しました。新しいアルバムのリリースは、ファンにとって待ちに待った瞬間です。それは単なる音楽のリリース以上のものであり、コミュニティ全体の盛り上がりをもたらすものです。ファン同士が予想を交わし、期待を高めるこの時期に、 私たちはナンバー・アイの新しい音楽がもたらす魅力に期待を膨らませています。これからもナンバー・アイの活動に注目が集まります。彼らの新しい音楽がどのような世界を私たちに示してくれるのか楽しみにしています。あなたは新しいアルバムにどんな期待を寄せていますか彼らのファンネームは一体何になるのでしょうか一緒に楽しみましょう。今回の記事ではナンバー・アイの最新情報をお届けします。 数日前、彼らは5月27日に新しいミニアルバム、ナンバーオー、リングをリリースすることを発表しました。このリリースは、ファンにとっては待望の瞬間であり、彼らの音楽への愛と期待が高まる一方です。メンバー3人が集まり、ファンへのリリース告知動画を公開しました。神宮寺優太は、熱い心持ちを込めて、5月27日にミニアルバムの発売が決定しました。タイトルは、 ナンバリングとなっておりますとファンに語りかけました。この告知によりファンコミュニティ全体がワクワク感に包まれました。キシユータはトベオフィシャルストアでの予約受付が4月2日から開始されることを告知し、平野志仕が4月22日までのご予約で発売日当日にお届けできますのでよろしくお願いいたしますと付け加えました。ファンからの反応は素晴らしく熱烈なメッセージが投稿されました。さらに興味深いのはアルバム名。 ナンバーを、リング、に込められた意味です。ファンたちは、このタイトルに関連するグループ名やファンネームについて熱心に議論しています。SNS 上では、リングをキーワードにした投稿が多数あり、ファン同士の交流が活発化しています。ファンネームの選定プロセスも注目を集めています。今年2月に行われたインスタライブでは、ファンから多くのアイデアが提案されましたが、最終的な決定はまだ先の話です。 キシはファンの声に耳を傾けながら慎重に選定を進めています。ナンバー、愛の新しいミニアルバムはファンにとって待ちに待った瞬間です。彼らの音楽はファンコミュニティ全体を団結させ共有された体験を生み出します。新しいアルバムがどんな世界を私たちに見せてくれるのか楽しみにしている人も多いことでしょう。最後に皆さんに質問です。あなたは、ナンバー、 前の新しいアルバムにどんな期待を寄せていますか彼らのファンネームは一体何になるのでしょうかぜひ、あなたの考えをシェアしてください。